綾の商用樹、林綾野商用樹林とは、宮崎県綾町にある、日本最大級の原生的な商用樹林。水源の森百選に選定されているほか、1985年綾川有水群として、名水百選及び、21世紀に残したい、日本の自然百選、綾渓谷の商用樹林、森林浴の森百選九州、 中央山地国定公園綾地区にも選定されている。2012年7月11日、第24回人間と生物圏に登録されることが決定した。対象地域は綾町、小林市、西都市、国富町、西村村にまたがる総面積14,580ヘクタール。国内では32年ぶり5カ所目の登録となる。名称は、 あやユネスコエコパーク。全体の面積は約2000ヘクタールで日本最大級の商用樹林である。その一部は1982年に九州中央山地国定公園に指定されている。現在848種類の植物が確認されており、そのうち商用樹林を構成する種は263種類。また商用樹林を構成する高木25種のうち、 24種類が確認されている。動物は、希少種である、熊ヌ犬シをはじめ、日本カモシカムササビヤマネフクロウオシドウリなどが生息している。環境省と宮崎県のレッドデータブックで、絶滅危惧愛類に指定されている霧のミタケの群生地が確認された。なお、霧のミタケは、宮崎県、高知県、奈良県、テキサス州でしか確認されていない。 アヤの商用樹林水源の森百選、リニア町、アヤ渓谷,谷国の商用樹林、森林文化協会朝日新聞九州、中央山地国定公園アヤ地区、森林浴の森百選、日本の森、滝、なぎさ全国協議会宮崎県、アヤ地域のユネスコエコパークへの登録について、リニア町、アヤユネスコエコパークについて、文部科学省宮崎県、 あや地域のユネスコエコパークへの登録について、デルワの森の会、ありがとうございます。